ピアスで思い出したんだけど、ピアスは昔開けてて今はもう開いてないですけど、ロベルト・バッチョのプレイ集みたいなのがさ、YouTube で上がってきて、うん、多分違法なんじゃないかなと思って、立位はしなかったんですけど、ロベルト・バッチョとペップ・グアルディオラが一緒にプレイしてた時代みたいな。なんか俺、ロベルト・バッチョめちゃくちゃ好きだったんですよ。ブレッシャーのユニフォーム、お小遣い貯めて、レプリカじゃなくて正規のやつを、男性器の方じゃないですよ。正規って正規品の方ですよ。 そっちの方やつをさ、あのー、通販で買って、着てたぐらい好きで。そのロベルトバチョ昔さ、もうなんとなくかっこいいな、うまいなで見てたんだけど、今のこのサッカーの頭で見てみようと思って、見てみたら、もう生体、この、ライン間でまずポイント立つのうまいし、ボール受けた時のターン、ターンというか、遠い方の足に止めるんだけど、へそ下置くみたいな。今でジョアン・フェリックスとかかな、この間試合とか。ああいうターンの連続で、で相手突っ込んでこれないですよね。 で、相手に向かってドリブルしてかわしたりパスしたりするから。で、トーニーだったかなターレだったまあ、センターフォワードの選手に当てて落としてロベルトバッチを前向きのパターンと、ペップが間にバシバシつけるみたいな。ミラーが相手だったんだけど、すげえ活躍してて、晩年の。30いくつだと思うんだけどね。でっかいピアス2個つけてさ。この当時はまだ、ピアス外したりとか、なんかテーピング巻かなくてよかったんだ、みたいな。 それでちょっとね、驚いてましたで、あの時代だとアンカーをちゃんと抑えるみたいな文化ないから、今もやってないチームやってないですけど、なんでペップがめちゃくちゃボール受け入れててよかったですね。そう、バッチョのね、スタイルはまあ、スピード落ちたメッシみたいな感じなんですよね。プラティニもめっちゃ生体うまいです。そう、あとオシムさんとかね、だからやっぱセンスあるね、選手に。生体ってね、一応言語化した後から教えるようにしたのは僕ですけど、その言語化はもともとしてる人いたけど、それをね、 実践でどういうメニュー作ってとか、戦術とどう噛み合わせ使うかとかまでしたのは宗教学の本でしたけど、別に僕が考えたわけでも何でもなく、いい選手たちの共通点だからね。でも、トーニーもいたでしょプレッシャーって。トーニーはいない実況はトーニーって言ってたんだよな。俺通トールじゃなかったかなみたいな。いつの時代にもスターはいるし、バッチ俺が好きな要素全部入ってんだよね。悪そうで、かっこよくて、めちゃくちゃうまくて、仕事できて、怪我っていうハンデー背負ってるベテランっていう。 俺の好きな要素全部入ってる、バッチョには。あ、やっぱそうで,ですよね。ターレとにニ、両方いますよね。原則は人工的にセンスつけるみたいなことですいや、やっぱ、モデレーターになってるだけあるな。それ今度俺も使うわ。原則って人工的にセンスつけるもんだから、キラんっていう感じで。ありがとう。バッチョ色気すごいよね。バッチョね、大声出さなそうだもんね。どの味にフィジカルオバケを吹っ飛ばされないし吹っ飛ばすし。あと、ロングキック上手いし裏抜けするんだよね。 小さい方だと頭いい選手多いっていうのはあれですね。イケメンとか足早いとかなんかそういうクラスで冷えルキー上がんない人面白くなるのと一緒で頭使わなきゃいけないからそういう能力身についてくってありますね。人の重心ってこう上下に移動しながらさスピードアップするじゃん。沈んだところからスピード上げじゃん。重心を下げてあげるみたいなのはみんなするんだけど、高身長と低身長だとそこの体の上下のストライドというか、それが少ないからこのちょこちょこちょこっていうアジリティ出るとて言われますよね。 そう、マラドーナも裏抜き上手かった。フェルナンドトトーレス90分通して前世紀の時見てないんで分かんないですよね。僕はダービンみたいなタイプじゃないかなと思ってるんですけどね。同じ2の1試合ごとの立ち週見たら、玉離れめっちゃ早くていい意味で無理な仕掛け少なくて結構賢い選手なんだなと思った。そうなんですよ。で、勝負どころで仕掛けるっていうね。あとサイドバック使うの上手いですよね。で、俺この選手が活躍できない試合なんてあんのかなと思ってたもんね、当時。普通にフルで見てて。したらフィジカル落ちたらちゃんと活躍できなくなったから、あ,あ、フィジカル大事なんだな。 ブラジルのロナウドリアルタイムで見てみたかった。あ、あの、あれ、なんだっけ。マドリーが狙ってる若手のさ、レオザート分析に見たんですけど、その子がロナウド感ありましたね。ヘンドリックだった。なんかいたよね。ヘンドリキ。そうそうそう。あとネスタ翻弄して決めるやつとかね。ロケはアレクシス・サンチェスかなとって思ってますけどね。似てるのは。そうだから、あの、ブラジル若手取ってくんのうまいよね。ビニシウスとかロドリゴとかヘンドリキとか。 鳥の目でしてみろみたいな人よりも、ピッチに立った時の視点で何すればいいかの方が分かりやすい。あ、それこそ原則論じゃないですか。選手は相手のフォーメーションなんてわかんねえっていう。でも技術的にさ、負荷が高いことに耐えられて、まあトラップうまいとかパスうまいとか。まあ、小野真治が、そうだって昨日ね、公開の方のやつのエスクデロさんの授業で聞いたんだけど、上手くて首振りで状況を把握してそのプレイメモリーめっちゃ溜まってるから、なんでそこに出せたのってパスめっちゃ出せるみたいな。上から見てたとしか思えないみたいな。 でも本人に聞くと、一回見たから分かったみたいな。だからその、一回見た時きは、この状況でこのパターンってこうなるなっていうのがもう膨大な量が、小野伸二の頭脳には入ってるんでしょうね。逆にレ,レジェンド系の扱いされてるけど、実際そうでもないみたいな選手います。僕が一試合フルで見た時は、カフーあれっていうのがありましたよね。あとは、あれ、コラロフ。コラロフって格だけ上がってるけど、そんなちゃんとした結果残してないみたいな。 てか、それで言うとあれだね。イブラとさ、あの、バロテリーのやり合いで、バロテリーが頑張ってればもっとスターになれたりみたいなイブラが言って、バロテリーがチャンピオンズリーグ取ってるんだみたいなイブラにアンサーしたやつさ。ああ、その、なんかそのギリギリ残ったとこでマウント取ったな、みたいなね。<laughs> 唯一ある引き出しで殴ってきたな、みたいな感じあるよね。ホラロファ、ーノドみたいなイメージ。でもアーノルドよりもキックがパワーに寄ってる感じしましたね。 あれだったんですよ。金子達人さんっていう、こう、あの、僕が u パニアとか見出した時、倉敷さんとね、コンビ組んで解説されてた方と、ゲーテの、これの、ゲーテの企画で対談してきたんですよ。これ、帰りにもらったんですけど。で、その、金子達人さんって言ったら、日本人でドリブラーってどうやって作るんでしょうねみたいな話で、この間の、長男ベストイレブンとじあの末っ子ベストイレブンの話してさ。それで、なんかこう、やっぱ、ね、長男、長男ベストイレブンは、やっぱり責任感ある人ばっかりで、 スッコベストイレブンは自由奔放な人まあばっかりでそうなるとあの末っ子の方にはウイングいっぱいいて困るけど長男の方全然ウイングいなかったからやっぱりそういう自由奔放さっていうかなんかこう無謀にもノリでチャレンジできるみたいなのが必要みたいなでも日本のドリブルあって伊藤は分かんないけど三笘とか久保ってリズメでやるじゃないですかだから 世界というかヨーロッパのドリブラーのつ、まあセ、ヨーロッパとか南米か、のドリブラーの、ウィンガーのドリブル突破する選手の作り方と、日本のドリブル突破する選手の作り方ってちょっと違うっていう。日本の場合、どうやって、どういう体の向きで、どっちフェイントかけたら抜けるとか、そういうリズメでドリブルもしなきゃいけない。多分ストライカーもリズメで作んなきゃいけないですよね。どういう足の置き方でどうやったらゴール決まるみたいな。集、ま、球、あ、学でもね、ゴール決まりやすいシュートの打ち方みたいな話とかで。 一個その共通点見つけ出して、それチームの選手にやらしたらうまくいってみたいなのあったんですけど、そうだから、まあその話戻る日本代表のね、ウィングに関しては、だから中島翔也とか海外っぽいウィングですよね。でも今ね、伊東純也はそのね、縦へのスピードあるけど、やっぱ三笘とか久保とか、 相手の逆を読める能力と、逆見れる能力、逆見てそっちにボール動かせる能力と、あとは、勤勉にフィジカルを鍛えられるメンタルの強さっていう。ルフィみたいなやつ、ウィング見てで。そういう人ってなかなかいないし、そういう人って、プロになりにくいのあんのかなと思う。日本だとやっぱり部活社会でさ、結構こうメンタル面で厳しいこと求められたりとか、やっぱ責任感とか求められるし、あとそういう人ってやっぱ自分に矢印向けにくいから、フィジカル的に圧倒してないと、 上行けないいっていうでも日本でフィジカル的に圧倒して上行ってる人が世界に出れるかっていうとそこで圧倒できないからやっぱり本質的にこう自分に矢印向けれるっていうかリズメで努力できる人になるんだよね。もうそれこそね、まあ、ラファエルのポルトガルだけどもう,うヨーロッパとか南米とかで活躍するドリブラーみたいな選手はノリでやっててもその地のフィジカルが違うからそのまんま行けたりすんじゃん。ロナジーニュとかもそうだろうけどね。うん だけど、日本人の場合、ジノフィジカル強くて日本でトップ取ったと,としても、世界行った時絶対止まるからそこで。ダルビッシュみたいな人とか、大谷翔平みたいな人出てこないでしょ。ってなってくると、じゃあ世界に行ったとしても通用するドリブラーになるには、やっぱりそこにリズム力とフィジカル鍛えられる能力が必要だから。だからやっぱり日本と海外でドリブラーの作り方、ウィンガーの作り方違うんだなってその対談で思いました。あと、中島翔平もあれですよ。ラファエル・レオンと一緒でも。最低限は教えるけど、 そっから先はもう自由にやらせるし、それで他にいい選手出てきたら呼ばなくなっちゃうと思いますね。まあ、そんな感じかな。日本ね、まあ、王様みたいな基本出てこないだろうね。ていうか今、ね、世界的に王様みたいな本当少ないから、だからラファエル・レオンとかね、面白いけど。 だから、王様フルでやって活躍できてる選手すごいよね。いつも思うけど、エンバペとかメシとかさ。ちゃんとそれのね、期待に応えるとか、そいつのために走ったら、そいつはチーム勝たしてくれるって、そのプレッシャーに耐えながらサッカーやるのってすごいじゃないですか。で、日本でそう一番慣れそうなの、三笘ですよね。三笘、伊藤淳也、両ウィングの久保トップ下とか見たいっすよね。そう、だグリーズマンとかワントップやった時あんま良くないですよね。セカンドトップで走り回ってワントップに絡んでいくみたいな。なんかね、走り回った方がリズム出てくる人っているから、 もはやプレッシャーに感じてなさそう。いや、そうなんよ。もうプレッシャーに感じた時点って、その役割やらせらんないんだよね。そう、ベンゼマもそうだね。王様近いね。今回の試合ともそうだったけど、えー。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。<laughs> ようぞくともでした。バイバイ。